はい、今日も可愛い筆文字を書いていきたいと思います。今日はですね、コンビニをされてる方なのかな、コンビニで使うポップで、半額とかおすすめ品、おすすめかなっていう2つの言葉を書いてくださいってことだったので、逆にコンビニで使えそうなやついっぱい書きます、いっぱい書いていきますのでよろしくお願いします。種類は目次みたいなのがありますから、そこにこっからこれが始まりますみたいな出てきますから、そこ見てください。じゃあ行きます。言われてたように、まず一回全部書いていきます。いろんなものをね、書いていって、最後にパステルも使いながら色も使いながら行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、では半額ですね。半額、半額ですね。次はおすすめ品までいきますね。おすすめ品ですね。次、新発売いきますね。新発売、次、再入荷、再入荷ですね。次、値下げ。ちょっとパステル、何個かやりましょうか。最後の方で値下げ、お得品、お得品、新商品、新商品、次、おでん、おでんですね。次が完売しました、販売しました。今当店一押し、当店一押し、この時はほっぺが入って目が、顔が出たので、こうして入れてあげてください。で、今売れてます。こんな感じですかね。結構いろいろ書きました。これで全部出たかな。新発売も書きましたね。大人気、大人気、大人気いきましょうか。墨汁がなくなったので立ちします。
大人気をちょっとパステル使いながらいきましょうか。大人気だけね。でこうしてねパステルこう入れるだけで雰囲気全然変わりますからね、やってみてくださいね。こうして入れるだけでここに大人気って書きますね。こんな感じなんですね。これがパステルなしやったらねこんな感じなんやけど、パステル入るだけでこう可愛らしくなるじゃないですか。目がこういくと思いますのでね、例えばメロンパンとかでもいきましょうか。こうしてね、ここにっていう感じで色が入るだけで全然変わるじゃないですか。ここに絵とか描いたりとかするだけでまた変わってくると思いますのでやってみてください。あとこういうね、味のある文字、可愛い筆文字で、書いてほしいなっていう言葉とかなんかありましたらコメント欄にお願いします。今回もね、コンビニで使うポップを書いてくださいっていう依頼がありまして、コメントにねありまして、それで書かせてもらいました。こうして動画上げますので、ね、また見て真似して書いてもらえたらと思いますので、なんか書いてほしいなっていうのがありましたらいつでも声かけてくだ、コメントにお願いします。あとこういうね文字書けたらいいな、書いてみたいなって方、最初の方にですね、なくなった。わかった。これですね。こういうのがあったと思います。これも今、これはさっきなんで、オンラインの筆文字の講座をやっております。書いてみたいなって方、ぜひとも一度受けてもらえたらと思うんですが、概要欄のところにですね、ブログに行けるところがあります。そのブログを見てください。申し込みができたりとかですね、あと受けた人たちの字も見れますので、こういう字書けるんだっていうのが分かると思いますから、一度覗いてみてください。であと、こういうの、センスないと書けへんとかよく言われますけど、センスとか関係ありませんので、誰でも書けるようになりますから、書いてみたいなって方はぜひとも一度受けてみてください。で、最後に、こういうね、筆文字 YouTube、大好きだな、もっと見たいなって方はぜひともチャンネル登録と高評価ポチッとしてもらえると嬉しいです。あとコメントね、いいコメントも悪いコメントも構いません。書いてください。感想を書いてください。コメントあると嬉しいのでぜひともよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日はありがとうございます。これで終わりたいと思います。ありがとうございます。